こんにちは。天板アカデミー堀秀夫ですえ。今日は Amazon で、えー、悪い評価ついた場合のですね、削除方法についてです、えー。悪い評価はすぐに削除しないと売れ行きが悪くなります。ね、で削除せずに悪い評価2とか1の、えー、評価がね、えー、結構な割合で溜まっちゃって、取引件数全体にする割合が高いと。まあ、そうなるとアカウントのサスペンドとか削除の危険もありますんでね、 何しろ悪い評価の方は基本的に削除申請すると。で基本的にというのはね、たまに評価さんの、えー、悪い評価でコメントの内容によっては、まあ、これは申請しない方が無難だなというのもあります。えー、そんなわけでね、えー、悪い評価をもらった場合には、衛診コードと、あとね、評価が1なのか2なのか3なのか、それとコメント、まあ以上3点をね、チャットワークに書き込んでください。 で削除理由でね、えー、何を選択するかアドバイスします。えー、削除理由を聞かれる欄が、えー、出てくることがありますので、それが出てきたらね、えー、これを、えー、選択してくださいという形でアドバイスしますで。これね、理由を間違えると削除されにくくなります。で、ややこしいんですけどね、えー、理由を聞かれずに削除できることもありますで。理由を聞かれずに削除できないと返事が来ることもあります。 でこれ今ね、ほとんどシステムがやってますんで、えー、こんな風になんかね、えー、じゃどうなんだというのがあるんで、まあ、初めに聞かれたらこの理由で答えるというのをね、お教えしますんで、まあ、出てきたらその理由を選択してください。で、選択できないと、ねえー、削除できないと返事が来ても、適切な申請をすればね、えー、ほとんどの場合削除可能です。 まあほとんどというのはね、1年ぐらい前はほぼ100%削除できたんですけど、まあ、最近ね、そのシステムがこう言ってんだからダメだというようなサポーターに当たったりとかね、えー、なんだりで、まあ、明らかにね、違うだろうと、ね俺のせいじゃねえだろうというのもね、まれに削除できないこともあります。まあ、そうなりにくいようにね、コメントとか理由を考えて削除申請しますんで、えー、まず、 申請すする前にですねこれ聞いいてください、まあ、これね申請するとねちょっとやぶへびだなっていうのを申請しちゃったりとかあと理由そのこのコメントでその理由を選んだらね削除できないだろうということがまれにあるんでね念のため聞いてもらった方がいいですで聞いてもらうことによってね最近はこれが削除しにくいからこっちを選んだ方がいいとかまあそういうノウハウにもなるんでどんどん聞いてもらうとお互いにいいのかなという感じなんでね 念のためご連絡ください一応まあ申請方法、初、まあ、めての時とかたまにで忘れちゃった場合のためにね、えー、画面、セーラーセントラルの画面右上のヘルプをクリックすると。でそうするとね、帯が出てきますので、コンタクトアスをクリックして、でセリングアマゾンをクリック。